今回は怪我で前節欠場したもののユナイテッド戦では復帰濃厚となった遠藤に対する反応を見ていきます。遠藤はプレミアリーグ第31節のシェフィールドユナイテッド戦は前節負った怪我のため欠場した。しかしクロップ監督は試合後マンチェスターユナイテッド戦には間に合う見込みであると語った。私たちは今日、彼を休ませた今晩、出場させることもできるという感覚もあったが、今日外せば日曜日にはより大きなチャンスがある。このようなコメントを残し、ユナイテッドとの大一番に向けた温存だったことを明かしたサポーターの間では大一番への遠藤への期待が高まっている。これは非常にポジティブなことだ。休ませたのはクロップの好判断だ。前節は遠藤がいなくてかなり困っていたからな。素晴らしい知らせだ。ユナイテッド戦には絶対に遠藤が必要だ。これでマックアリスターが本来の役割を果たせる。遠藤がいればマカリスターが前に挙げられて、試合を決定づける。クロップは中盤のメンバー選考に頭を悩ませているだろう。日曜日の試合は遠藤、ジョーンズかソボスライ、マクアリスターで決まりだ。日曜日に遠藤を切実に必要としてるのは確かだ。遠藤はものすごく尊敬を得ているシュツットガルトの無名選手から、1年も経たないうちにリバプールの極めて重要な選手になっている。最高の守備的ミッドフィールダーだ。遠藤はイエローカードの累積も心配だしな、休ませて正解だ。最下位相手では出場させなくても勝たなくちゃな。優勝するにはユナイテッド戦は一つの山場だしな。名門リバプールがプレミア優勝を争う仲間ユーとの大一番に向けて日本代表キャプテンを温存って字面だけで胸が熱くなるわ。FA カップは 2-1 にした後の試合展開が悪すぎたからそこはきっちり締めてくだろう。FA カップの時みたいにマンユーがロングボール多用してきたら遠藤じゃない方がいいんじゃないの。首位リバプールのガチのレギュラーなんだよな。改めてなんというか、すごすぎ。リバプールに遠藤が必要とされてるのに、日本代表ではそこまで抜群の影響力ではないよな。なんやかんや戦術とかチームメイトって大事だわ。大一番に向けて温存とか日本の勝ちたんかっこよすぎやろ。ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録と高評価をお願いします。